誰にも言ったことがない秘密は、小学校の6年間毎日半袖半ズボンいるやつ、クラスに一人は。なんか長袖ってダサくねって当時の俺は思ってた。あ、はいはいはい、 それなら半袖半ズボンで行ってやるよ。冬も毎日、うんうんうん、痛そういうやつ。いなかった。なんでなの、ちょっと引いてるやん。みたいな。いいじゃん。寒くなかったの。え、寒かったよ。でもやっぱ長袖のそのファッショナブルさがなかったからやっぱ。ダサかった。今。今は。そう。でもそうなのよ。あのね、反動で寒がりになっちゃって。めっちゃ潜んでるやん。反動半端ない。めっちゃ寒がりになっちゃったんだよ。あ、でもちょっとまくってるからね、あの。さすがにちょっと春には暑い。はい、じゃあ次行きます、はい。最近買って良かったもの、うん、防音室、はい、150万、買った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 、一括でレンタルじゃなくて、うん、一括、しかも振り込みにしますかって言ったけど、なんかあえて現金にした俺、封筒に入れて渡したら飛んでかれる、嘘迷惑じゃない、これがカゴいるんでしょ、メジャーデビュー組か、金かけてるっすわ、現金のは確かにな、ちょっとそれは引かれるだろう、ちょっとね、ドヤ現金やっちゃったね。え、でもボーイスいいよ、もう深夜でもいけるし、うんうんうん、はい、じゃあ最後いきます、はい、10年後の自分に一言、はい、家はありますか。どういうこと。いや、不透明だからね、この業界。活動頑張って、うん、家買っちゃえば家あるんだろうな。あ、はいはいはい、はい、そんなに持ってんの。持ってないよ、持ってないよ。あ、そういうこと。違う違う違う、持ってない、メジャーは違う、違う、すぐメジャーの。メジャーこすり。以上、今度焼肉を皆さんに5万円ずつおごってくれるという三枝さんでした。